はい、アカシックサーチのシンです、リクエストアンサーコーナーということで、マコ、マロ&ファイトさんからのリクエストをいただいております。松坂桃李さんと戸田恵梨香さん結婚されましたが、どちらも好きな俳優さんなのでうまくいくのを祈っています。あ、仮説はありません。気が向いたらで結構です。すみません。さあ、何でしょうか。で、結局何のリクエストっていう感じですね。仮説はありません。気が向いたら結構です。何を見ればいいでしょうか。まあ、ちょっと目についたので拾い上げたところですけど、松坂桃李さんという方は私はなんとなく知っておりますが、戸田恵梨香さんが名前は聞いたことがあるのですが、顔が全く浮かんできませんということで、早速ちょっとググってみたんですが、はあ、はあはあ、ということで、あ、なんとなくわかるなという感じでした。二人がどうなっていくのかということをまあ見てみろということでしょう。まあ、ほっといてくれと言われそうなサーチになりそうですよね。まあ、私が彼だったら鬱陶しいですよね。ほっとけと思いますから。まあ、そこは有名人ということで、まあ、ある程度は仕方ないのかなという気もしますけども、あんまり変な鑑定結果、サーチ結果が出ておりませんので取り上げております。ということは間違いないですよね。これはもうガタガタですっていうのを取り上げにくいんで、何個かあったんですよね。あ、このカップルどうかな、ダメかっていうことで、こういう動画にできないという時点で大丈夫ということなんですけども、まあ、お二人が、離婚する率っていうのは40%から45%と出てますので、結論上は大丈夫ということになります。50%以下なので、離婚はなしということになりますが、ただこのぐらいあるということは、若干感の危機的なものは、まあ若干はあるぞということではありますが、結果的に、添い遂げられる率の方が高い。ただちょっとひっくり返ってもおかしくないパーセンテージではあります。お子さんができるかどうかというところで、まあ何人ということではなくて、とりあえずお子さんができるかは一応ヒットしました。何パーだったっけな。65から70ぐらいでヒットしたかな、確かですよね。で、第一子が男と女で、男の確率が50から55%。女の確率が45から50%と出てますので、どちらかと言えと言われれば、第一子男の子ですね、ということになります。あのね、未来の子供ってこのぐらいのパーセンテージでしか出ないんですよ。男が 90%、女が 10% なんて、そんな出方をすること、まあ、まずないんで、まあ、いいところ 65% とか、いう感じで、男だとか女だとかという感じでしか出ません。まあ、全くひっくり返っても全然おかしくないですが、鑑定上どちらかいえと言われれば、はい、男子ですということになります。で、第2子、2番目の子はどちらかというと、その前に第二子誕生があるのかというところで見て、これが50の反応が出てなかったですね。40はあった確かはずなんですが、50切ってたので、これも同じく鑑定上どちらかをきちっと明言しろと言われれば第二子は登場しないので、男の子一人っ子であるという率が現時点一番高いということにはなります。はい、こんな感じですね。私がこの二人のことをもっとよく知っていれば、もっといろいろ
思いつくんでしょうけども、まあごくごく一般的なこういうサーチしかやりようがないなというところですね。将来彼が浮気するのかなんていうのは野暮すぎるので、見ても答えません。はい、まあ見ませんけどね。いや見るかな、ちょっと後で見てみようと思ってますけど、動画にはいたしません。はい、エリカさんが他の男性を作るかなんてのはさらに野暮ですから、そんなことも全く見ません、言いません。はい、見ても言いませんということで、もうちょっとおしゃれなサーチ何かありますか、このお二人で。こんなことをするんじゃないかとか、このお二人ならではのサーチというのが、私このお二人を知りませんので全く思いつかなくて、まあ、こんな野暮ったいサーチしか思いつかないんですけども、まあだから言えるわけもなく、まあ言えるわけもないイコール出るということではないですからね。はい。こういうサーチすること自体がそもそも野暮なので、まあうまくいくという流れが出ております。カップルにそんなものを見る必要はないということですよね。まあこのぐらい、かなという感じでございますね。はい、美男美女カップル、おめでとうございました。戸田さん、室尾さんでしたっけ、なんかこの人とどうのこうのというような話があったりなかったり。この男性が私はまあわかるんですけどもという感じですね。まあちょっとこれ以上進めていっても私が思いつかないので、以上でございます。はい、それではまた次の動画で。言葉に変え